はい、ユーグッドです。今回は、動画を切り取って、アニメーションする方法を紹介します。早速作ります。まず素材を配置しました。この3分10秒のところでカットします。で、この顔から見える部分ですね。で、ダブルクリックをするとソースビューアーに出ますので、ここのカメラアイコンですね。出ない場合は、このプラスボタンを押すとアイコンが出てきますので配置します。で、カメラフレームを書き出しをクリック。そして、するとこのフレームを書き出しというこういう画面が出ますので、どこに入れるかを決めます。そしてプロジェクトに読み込むにチェック入れて、名前をフリーズ1で OK。で、プロジェクトに読み込まれたので、後ろに配置すると、ピタッっていう止まるようなものになります。そして、この後ろのフリーズをクリックして、エフェクトコントロールの、このペンマスクを選択。で、画像を大きくして、ここで、こうやって切り取っていくんですね。お顔に、合わせてこのようにペンツールで作成していきます。アフターエフェクツとか、まあ、ファイナルカットやりやすいんですけれども、あとはアフターエフェクツでもペンツール使いやすいんですが、どうもプレミアのペンツールって使いにくいんですね。なんかうまいことスムーズにいってくれない感じがします。ちょっとこの辺がプレミアでやるのは億劫になるかもしれません。まあ慣れるとですね、そこまで苦労しないかもしれませんが、僕はあまり得意ではないです。まあそれでもなんとなくはできますので、このようにコツとしては点を何個も作って、微調整しながらやっていくって感じですね。ハムスター、最近ちょっとハムスターを買ったので、作例が、かなりハムスターが増えてくると思います。で、動物とかは結構動画にやっぱり撮りたくなりますね。ビデオブログとか、そういったことになりやすいのかなと思うので、まあその時にちょっとでも、ただつなげるだけではなくて、いい動画を作りたい時は、こういった紹介動画を作るのもいいかもしれません。そんなに、まあ、最初はこれにちょっと手間どうかもしれませんが、うまい人は結構すぐ早いですね。アフターエフェクツとかの方が、なんかもっとスムーズに出る気がします。なんかこのすぐに回転のアイコンが出るので、非常にやりづらいですね。なんか一回変なところをクリックして、それを調整していかないといけない気がするので、その作業がちょっとプレミアではめんどくさいです。まあ、もちろんベージュとかを使って綺麗にやっていく方がいいとは思うんですけれども、今日は直線的なものでやっていきます。こういうとこですね。なんかこの辺がやりづらいんですね。なんか近すぎるとすぐに回転のアイコンに変形しちゃうので近場のポイントを打つのが非常にややこしいです。
こうやってファイナルカットと、プレミアを同時に使っているので、とてもそういった意味ではレビューみたいにもなって面白いですね。こんな感じですかね。ようやく体の半分を超えてきた ところですかね。うん、こんな感じで来ました。うん、足入れ、後ろ足ですね。うん、この辺の細かいところのマスクを作るのがやっぱちょっと難しいかな。でも僕の使い分けとしては、プレミアは、長物というか、まあ、仕事ではやっぱりアフターエフェクツかなり対応しますので連携取りやすいプレミア、あと MA とかに持っていきやすいようにやっぱり MA、プレミアが多いですね。ファイナルカットは逆にプロ Vlog だったりとか、趣味的なもので、使うことが多いです。昔はファイナルカット7とかはもうかなり映像業界では必須、ソフトだったんですけれども、今はもうプレミアアフターエフェクツっていうのがやっぱりもう大半を占めてますね。まあ、ファイナルカットもいいんですけどね、パソコン内完璧を目指すのであれば、ちょっと MA とかに持っていく OMF が作れないのかな、今も。それがちょっと難儀かなと思いますが。はい、こんな感じになりました。全体表示すると、こんなに点を打ってたんですね。結構綺麗に抜けてます。まあ、ぼかしは入れなくてもいいのかな。まあ、入ってないですね、10。これでいいと思います。で、次。背景を。まずこれをレイヤーを V3 に上げます。で、背景。背景を V2 に入れます。すると、こんな感じですね。B の背景、これ 720p なので、拡大します。134かな。あ、もっとか、150か。はい。こういうことですね。続いて、簡易的に行いますが、この配置した背景、これのエフェクトコントロールパネルから不透明度のこの丸楕円形マスクってやつを選びます。そしてマスクの境界線、ぼかしですね、これを0。そして、ちょっとアナログになりますが、線の形に約線みたいな形にしていきます。こんな感じですかね。で、このフリーズフレームが始まる一番ドア頭にインジケーターを合わせてマスクの拡張、これをこれですね、ゼロに、今ゼロだったんですけど、そのマイナスにしていって見えなくします。ここにキーフレーム、そして20フレスム進めます。1234で、マスクの拡張を出してみるとこういう風に広がり、背景が広がる感じですね。で、フリーズフレーム、こちらのクリップをオプションシフトを押しながら下に V1 に下げます。同じものが映ってるんですが、フリーズフレーム、一番下にコピーしたフリーズフレームを選択してマスクの、位置、作った反転にチェックすると、このように素材が出ます。こんな感じですね。
背景が出ます。何を言ってるかというと、反転するとこういうふうに切り抜いた部分以外が出てくるんですね。まあ、今回ちょっと、特殊なこんな、正方形の動画にしてしまったので申し訳なかったんですが、でこれができました。で、背景ができきって、このハムちゃん、ですねのスケールと1、2キーフレーム、そして20フレ進めます。1、2、3、4大きくして配置を決めます。こんな感じですかね。こうすると背景ができた後にでかくなるっていうような感じになります。色ですね、こちら、フリーズフレーム、このハムスターの色合いを調整します。暗いところはちょっと暗く、そして明るいところは明るく、そしてサイドを強く、自然な感じですかね。こんな感じです。で、この色合い変更したクリップを選択してコマンド C で、一番下の反転したものにオプションコマンド V でルメトリカラーを OK、 そして一番最初のものにも OK すると色合いが同じですね。ボンという感じです。あとは、お好みのテロップを入れたりすることで、自己紹介動画とかのマスクアニメーションができます。手間はかかりますが、やってみると楽しいので、ぜひ皆さんもやってみてください。今回は以上です。ありがとうございます。